今回はすごく気に入ってるケース、ヒューマンギアのスタックス L を紹介します。購入して以来もずっと持っていってます。一つ欠点としては若干重いです。4段セットで 238g、持った感じがちょっと重い。最初に購入したのがこちらで、こちらはもう軽いです。ヒューマンギアらしい、かなり設計された入れ物です。結構凝ってます。一番小さいのが 120cc、直径は8センチぐらいです。重さは一番小さなサイズで 44g。簡単に外せて、こちらが 270cc。こちらが 200cc。で、こちらはさっきと同じ 120cc。120cc が2つ付いてます。でも、つけるのも簡単。普段持っていくのはもうこの3つです。一番大きいのにフリーズドライ食品で、真ん中がフルーツグラノーラ、一番上にはマナバーを1本入れてます。マナバーをちぎって入れてます。こんな感じ、フック付きです。で、これも簡単に外せます。使わないんですが一応つけてます。もう取り外しも簡単だし、見た目も綺麗。今回はとても気に入っているヒューマンギアのスタックスL を紹介しました。他にも XL や S サイズなどいろんなサイズが販売してます。スタッシャー L はちょっとしたハイキングの時にかなり便利です。自分の場合は下にフルーツグラノーラ、真ん中にはフリーズドライ食品、そして上にはエナジーバーをちぎって入れてます。フリーズドライ食品一袋じゃ多い、そんな時には少しずつ食べることができます。